ガチで人気出るだろ。これもうサムライスピリット持ちやろ。君が代の練習とかもう日本人より日本人やろ。家で日本食食べさせてたまっぱありがとう。納豆を食えるなら合格やろ。食文化が合うのはええよな。納豆を食えるのはすげえな。梅干しと納豆って普通にガチなやつ。外野守る実力もある若手みたいだし、レギュラーで活躍してほしいな。日本人に好かれる都合的企画についてるな。結構可愛い顔しとるな。佐野と上里混ぜたみたいな顔やな。ジャパンのムードメーカー確定や。このラインナップに餃子含めるところがなんかリアル。問題はタコの刺身が食えるかどうかよ。お好み焼きと白米一緒に食べれるんか。東京で一定に美味しい店連れて行ってもらえ。